狭い家でつつましく暮らしていました。川で洗濯している時に大きなものが流れてきたり、山で仕事りしている時に輝く壁を見つけたり、なんてこともなく平穏な毎日を過ごしていました。同じ家に住んで同じ米を食べて、ドラマチックな出来事など一つもないけれど、それは二人にとって素敵な物語。おやすみ、めでたしめでたし。昔あるとこにおじいさんとおばあさんが死にたまい家でつつましく暮らしていました。助けた亀に連れられて竜宮城へ行ってみたり、殿様の前で美しく枯れ木に花を咲かせたり、なんてこともなくありふれた毎日を過ごしていました。共に年を重ね、シワの数も増えて、振り返っても足跡さえ残ってないけれど、それは二人にとって素敵な出来事など望んでないけれど。